皆さんこんにちは。2021年の11月8日月曜日でございます。今日は星ドラの動画が最近続いておりますので、一旦ですねラジオを入れようかなと思います。外がなんかいろいろとね、相変わらずなんかリフォームとか多分雑草とかかな、なんか木の伐採とかやってるんでね、ちょっといろんな音入ったらすいません。で、1週間近くね、ずっと生配信をすることができました。いろいろと本当機材トラブルもあって、まあ、そもそも PC のファンもうるさいし、まあ、なんとですね Android がビデオキャプチャーに入らなくなってしまっていたというか、まあ、HDCP という著作権らしいんですけど、でここで本当ねちょっとどうしようっていうね、初日になんか画像がブチブチし始めたんですよね。でそれはもう USB が壊れていたってことだったんですけど、新しい USB 買ったらもう最新の USB でやっちゃうと、そう著作権表示が出て全く画面が遅れてなかったんですよね。なのでなんかそれがもう Android も特有のもの、 iOS と PS4 は HDCP って本体で多分切れると思うので問題ないらしいんですけれども、いやこれもうどうしようって思った時に、なんか中華製のね安いビデオキャプチャー買えばなんか HDCP 突破できるみたいなことも見たので、買ってみたらねなんか無事映像が出せたんで、まあなんとか1週間ね生配信やることができました。まあ多少色がね気になったりするけど、まあそこは全然ねいいでしょう。まあ多少ね僕のスマホではカクついているんですよ。なんかねやっぱちょっと重いのかよくわかんないんですけど、処理が追いついていないのか。ただ出力されている方はカクついていないから、僕の端末でやるとちょっとやりにくいかなというのはあるんですけれどもね。まあでも配信はできたんで非常に良かったかなと思います。で本当にね夜中にもかかわらず、でしかもチャットもなかなかしにくい状態が続いていたと思うんですけど、ね、チャットを毎回いただける方本当にねまあありがとうございます。そしてまあ見る線だけでもねもう来ていただければ嬉しいので、まあいろいろとね会話を聞いていたっていう方もいたと思うんですけれども、あとね裏張りしてくれた方とか、まあ、部屋に入ってくれた人本当に助かりました。まあ、まず振り返ってみると、創世のイベントがあって結構もうきつかったですね。ルーナイヤリングとかソルイヤリングまでね、まずそこまで行くのにまあ前準備があった。その占領を全部クリアしないといけないっていうか、でそれでなんだっけ、ソウルじゃなくてなんだっけ、ソウル、オーブか、玉みたいなやつの獲得数が変わるとかさ、最近そういうやり込み多いからね。まあ以前のやり込みっていうのはそういったレベルマックスにすると恩恵があるっていうかさ、最初のダメージ無効化とかね。その今回はなんかその報酬の多さに直結していたので、まあやっぱちょっとやらなきゃいけない。まずそれでね結構そのギガデンもね2連戦とかあったりとかもしてたからね。でその後まあ本ちゃんのボスがやってきて、まあ、太陽と月っていうことでね、ソウルと、ルーナっていうことで来ましたけれども、まあ本当に一人だったら絶対終わってなかったかなと思いますので、お手伝いしていただいてありがとうございます。まあなんとかね弓はゼロで、ここは本当残念だったんだけど、剣がまあ当たったんで一応まあ抜群武器は取れたということで良かったんですけど、まあ続いていきなりさロトの磨きでまたそのなんていうかな接待イベントが来るとは思わなかったから、そこではさすがに僕ね抜群武器持ってないわけです。ロト剣も作ってないし、まあ闇の覇者も持ってないので、もう本当に生配信やっていなかったら全くやってなかったと思います。そもそもロト剣って僕作らなくていいやっていう感じなので、線磨きとか無理だし、まあ300でも使えるっていうね、まあ話はもちろんあるんですけど、うん、でももう1個進化玉使わないといけないんですね。そうなのでまあ槍と創世剣持ってるから絶対ロト剣が欲しいっていうわけでもないんですよね。うん、なのでとりあえずロト剣はまだ見送ってます。で結果まあ300磨きそうなんです。300何個玉が今回で取れたので、まあ作ろうと思えばねその時に必要になったら作ればいいかなぐらいの感じで、はい、考えてます。で本来であれば他のゲームの生配信をやってたんですね。でまあモンハンライズに始まり、
PSO2 NGS、 そしてデッドバイデイライト、それから原神、ドラクエ10復帰、いろんなゲーム他にもやりましたが、なかなかこれだっていうゲームにありつけないまま星ドラ6周年を迎えてしまったので、まあ、一旦生配信でもともとそろそろまたやりたいなと思っていたので、まあ、最近一人でね夜中ラジオとか撮ってるんですよ。在宅で仕事をしてると声を出さないのでやっぱりあんま良くないんですよね。あいうえおだけでも発声したりとか、なんか一人で日記感覚で喋るっていう作業をしてから頭がすっきりするんですよね。なんか皆さんもね、まあ、怪しいやつだと思われるかもしれないんだけど、なんか一人で今日あった出来事とか、なんか喋ってみると、まあ、自分に投げかける感じでいいと思うんですけど、結構なんか面白かったり、自分の気持ちが整理できたりとかしますよ。で、まあ、僕はね、その日頃から出勤すらないから、もうおはようございます、もうお疲れ様です、もう何も言葉がないわけですよね。なので、まあ、一人ラジオっていうのをもともとやってて、で、まあ、一人ラジオ、一人で喋ってるんだったら、なんか生配信でやっちゃって、まあ、チャットがゼロであっても、まあ、アーカイブ残せば、それが収録っていうことにもなるじゃないですか。だから、なんか、一人でやるんだったら、みんなとなんか時間共有することをやりたいなって、もともと思ってて、あ、もうそれだったらもう生配信だなって。っていう風にして、まあ、今回ちょうど6周年があったんで、じゃあこのタイミングで一回機材チェックも含めて、まあ、やってみようかなっていうような感じだったんですよね。はい、でも本当にね、まあ、イベント中助かりましたね。次は10日からのイベントかな。また、まあ、何人が来るのか分かんないんですけども、まあ、やっぱりお題とか地図のお題とか、まあ、そもそもそのマルチの伝説の15回だっけ、あれがねきついんですよね。もうそれすらきついっていう。だからまあ多分また、はい、10日からどっかで生配信はやると思うんですけど、ただやっぱお祭りの日みたいな感じの多分イベントの盛り上がり方と違うから、まあ、どこまで頻繁にやるかっていうのはわからないんですけれども、またお手伝いしていただけるとすごく嬉しいです。そうですね。で、次のゲームに関しては、まあ、見つかり次第突然、はい、他のゲームも始めるってことって十分あるので、まあ、なんか始めたなぐらいで見ていただけたらと思います。基本的には、まあ、星ドラやってる人は星ドラしか興味ないと思いますので、まあ、年内、そして来年も、そうですね、別にすぐに今辞めるとか休止するっていうことも考えていないので、だから、まあ、おそらく星ドラ動画は続けつつ、別のゲームも続けつつになると思うんですけれどもね。まあ、続けるっていうか見つけつつっていうね。一番有力なのはドケビかな、やっぱね。あれ、本当にいろんなレビュー見ると評価高いので、ただ来年の末とかだと思いますから、まあ、それまでにもう一個なんかゲームはね、見つけたいなとは思っております。はい。ということで、ちょっとね、生配信の話はこの辺にしておいて、仕事の話を少しして今回終わろうと思うんですけれども、まあ、今、ね、転職中の身でして、僕はずっと人物ですね、タレントさんとか あのグラビアさんとかの、ね、レタッチをやってて、で今次どうしようかなと思ってね、日々仕事を探してます。まあ猶予としては全然年内に決まってればいいかなぐらいの感じで、最悪、まあ、来年の5月ぐらいになるまでは、まあ、何も仕事がしなくても一応生活はできるんですよ。ただ、まあ、貯金がね半分ぐらいは残しておきたいなとかも思うので、それだとしたら、来年の2月ぐらいまでには決まっていないと、まあ、危機感を持たないといけないかなっていうスケジュールをねちょっと先ほど立てました。なので、まあ理想は11月12月、まあ、このあと2ヶ月以内で、まあ、仕事を探せればなと思ってるんですけど、今のところ、まあ、人物レタッチでそのまま自分の、ね、技術が活かせるところで探しているんだけど、大体ね、レタッチっていうと、まあ、フォトスタジオ、それからブライダルで風俗とかアダルト関係ですね、夜の仕事で、あとは、デザインウェブ系ですね。デザインとかウェブのバナーとかなんかそういうレタッチ。商品撮影とか。で、あともう一個は、広告系ですね。で、この中でちょっと苦手なのもあって、デザインとかウェブとか広告系だと、いろいろなこともやんなきゃいけないんです。レタッチ以外にもホームページ作ったりとか、
まあ広告は一番レベルが高くて 3DCG とかもいじれないとダメなんですよね。なのでまず広告とかデザイン系はもう求人とかも見てなくて、まあ普通にスタジオカメラマンさんのレタッチとか、そうですね、まあ本当はね、出版会社で、まあ、今までみたいに、まあ、小学館さんみたいにね、グラビアサイトの担当ができればいいんですけれども、まあまだねそっちの話も保留中になってるんですよね。ただまあ前回会社から連絡来た話だと、まあなんか新しく仕事を探しちゃった方がなんか良さげなので、はい、今ちょっともう転職っていう方向性で考えてます。で実はですね、風俗とかまあアダルト関係でちょっと面白いのがデジタルメイクっていうのをする可能性があるんですね。でデジタルメイクっていうのはまあなんとなく想像つくと思うんですけど、普通女性の方ってまあ直でこうメイクして出かけるわけですよね。それが要は写真で、まあ後からフォトショーとかでメイクをかけていく、まあそういうのを別にやったことはあるんですけどね、まつげを整えるとか、まあ眉毛をもっと濃くするとかさ、目を大きくするとか、それもだからどこまでやりすぎるかっていうのもいろいろとあるんですけれども、で以前ね僕こういった風俗系のレタッチを一回やったことがあったんですけど、やっぱ別人にしてくれみたいな依頼でちょっと嫌になっちゃってやめたんですよ。それはすぐでやっぱりそのイメージが強いから、アダルト系とか風俗系はやりたくないって思ってたんだけど、ちょっとね調べてみたらやっぱりお客さんのクレームがやっぱり多く入ってて、今はあまりそこまで別人にするっていうレタッチはないらしいんですよね。まあそりゃそうだよなって感じなんだけど、ただ当初はやっぱり指名が入らないとまず知らないと。で指名入れてもらえれば別に会ってみてお断りされるのは全然 OK じゃないですか。まあ人によってはもうこのままいいやっていう人もいるかもしれないから、まずはやっぱ指名を取るために別人にもするっていう意味があったんですよね。ただまあどっちかっていうと多分僕が最後にそれやったのって何年前ぐらいだったかな、まあ 6,7 年ぐらい前の話だったと思うんですけれども、なのでまあちょっと今はそういった別にするって僕があんまりやりたくなかった仕事が若干緩和されている気がするので、そしてまあその夜のお仕事されている方のレタッチのデジタルメイクで、これが僕もそこまで極めてはいないから、結構ここの技術習得するといろいろと可能性ありそうだなとはなんか思ってますよね。なのでまあ、やりがいはありそうですけどね、風俗系でもね。あと風俗系は絶対こう唯一無二感があるっていうか、まあ絶対業界は潤ってるんですよ。まあフォトスタジオとかと、まあ他の業種と比べてね、ウェディングとかと比べて、おそらくでさらにやっぱね、仕事が永遠に不滅的な仕事ってアダルトなんですよ。まあ性というか、人から多分性はなくならないんですよね。だから風俗っていう世界ってどの時代でもきっとあったと思うんですよ。なので安定してるんですよね。しかも給料がめちゃくちゃ高いっていう、まあしかも僕はそこがやっぱ得意、タレントさんもグラビアさんもやっぱりね、人物レタッチで、しかも女性をずっと僕レタッチしているわけだから、まあやっぱ技術が活かせて、まあお給料もいっぱいもらえて安定する世界に入れるっていうのはまあありかなとも思うんですけれども、もう少しちょっとね慎重にこの辺は考えようかなと思ってます。でブライダル系のレタッチだと数をこなすだけになっちゃうんだよね。要はもうとにかく、まあ多分100枚とか分かんない、何枚ねブライダルカメラマンさんが撮るのか分かんないけど、それがこっちにバッと来て、でいい写真をセレクトして、とにかくスピード重視でレタッチをしていく、それはあんまし好きじゃないんですよね。流れ作業でとにかく淡々とスピード重視っていうのは、僕が好きなレタッチっていうのは一枚一枚、まあある程度まあスピードも大事なんだけれども、ちゃんと綺麗に仕上げていく、丁寧に一枚一枚やりたいっていう方がやりがいがあるので、そうなるとやっぱりね、フォトスタジオか、まあ風俗か
っていう感じにおそらくなるんじゃないかなと思って、まあ、そっちの方向でね仕事を探していたりとかします。またねいろいろと決まったらですねご報告すると思うんですけれども、でそれとは別にですね、本来これやりたいなっていうのは動物のレタッチとかってやりたいですよね。特にうちって2匹猫をね多頭飼育崩壊があった、猫ちゃんを迎えたわけなんですが、まあ、以前から猫を飼うんであれば絶対的に保健所とかにいる愛護センターとかにいる猫を引き取ろうっていうのは決めてたんです。要はペットショップで飼うっていうのはもう考えてなかったんですよね。でそこでボランティアで一回そういった、ね、保健所にいる猫をきれいにレタッチしてあげて、そしたら写真でさ、あ、なんかこの子かわいいなって思ってもらって会いに来てくれるっていう、ね、率が上がるだけでもなんか貢献できるんじゃないかなと思って時期があるんですよね。なので動物の写真の方のレタッチ、まあ、最近レタッチっていうと髪の毛のそういったヘアカットのレタッチっていう言葉もあるから、まあ、ちょっとややこしいんですけれども、そうなんか動物のねそういう保健所にいる猫ちゃんとやっぱ毛並みがちょっとボサボサだったりとか目やにがあったりとか怪我してたりとかってあると思うので、まあ、そういうのを若干ねこう綺麗にしてあげてね、だいたい今この猫ちゃんがおりますよっていうさ、たまに紹介ページあるじゃないですか。あそこの猫ちゃんたちね可愛くしてあげるっていう仕事がねあれば、これはまたすごいやりがいがあるんだろうなと思いつつ、やっぱ需要が多分ないですよね。まあボランティアでやるのが一番いいかなぐらいで、そうだからねそういう仕事があればなんかやりたいなと思ってたのと、あと医療関係ってやっぱ一番その人の手助けっていうかさ、そういうのも憧れるんですよね。医者にはさすがになれないけどみたいな、なんかそういう写真のレタッチでね貢献できることがあればいいなと思ったんだけど、医療関係ではレタッチ多分逆にしちゃダメじゃないですかね。写真があったとしたらそれでいろいろと病気がうんぬんとかやるわけで、それを隠しちゃダメだから、だからね多分医療関係のレタッチっていうのもちょっと興味はあるんですけれども、おそらく需要がないんじゃないかなと思って、まあ、探してはいないです。まあ探してみようかなと思うんですけどね、ラジオ終わったらね。ただイラストレーターさんはいるんですよ。要は臓器のイラストをこう鮮明に描く、しかもその分かりにくい血管の部分をイラストだったら分かりやすく描くことができるじゃないですか。そうだからねイラストだと多分医療関係系のイラストレーターっていうちゃんと専門職があるんですよね、うん、だそういう感じでなんかそう臓器の写真をするとか、あとそう僕が考えたのは警察とかの、まあ、そういったデジタル写真の加工とかもなんかちょっとね仕事あったら面白そうだなと思って、事件を解決していくみたいな、だあれですよね、瞳に映っているところから人物特定する人っていたじゃないですか。要は女性の SNS の写真でもう瞳に映ってるところで特定されてストーカーが始まったっていう事件って結構あるんですよ。まあすごいですけど、その執念もね、怖いけどね。でもそういうなんか画像解析的な仕事っていうのもなちょっと僕は興味はあったりするんですけれども、でもなんかそういうのも探しつつ、おそらく、まあ、人物レタッチの方でね行くんじゃないかなと思ったりはするんですけれどもね。で最悪ですね、まあレタッチの仕事が見つからないってなったら、家の近くでもなんか働きに行く場所っていうのは探さないといけないなとは思っていたんですね。まあそこで一番難しいのが、僕がちょっと持病の関係上でやっぱ在宅じゃないとね難しいっていう事情があったりするんですが、一箇所ですね、あ、これだったらできるかもしれないっていう仕事を見つけまして、病院なんですよ。隣町、まあ、横浜なんですけど、横浜の大きな病院で、リネンって言って、シーツかな?の交換の仕事が今、求人であるんですね。で、そこしばらくずっとあるんですよ。なので、最悪、まあ、年内にね、年内とか来年の2月とかまでに仕事が何も決まってないっていう話になってしまった場合は、もうタイムリミットが来たと思って、そこの病院の、まあ、理念交換ってやつをやってもいいかなとかも思ってます。はい。まあ、要は、ちょっとその持病の関係上で、外に働きに行くのに結構不安があるんですよね。ただ、病院だったとしたら、まあ、少しね、気分が悪くなっても、なんか、あ、ここは病院だからって安心できると思うし、まあ多分話もすぐ通ると思うんですね。一応ちょっと持病があって、
まあ、不安なんですけど、一応でもまあ頑張って仕事しますみたいなさ、あ、じゃあ何かあったら休んでいいからねとか、わかんないですけどね、まあどういう人と出会うかっていうのは言ってみないと。ただその理念交換っていうのも、理念回収かな、実際やってた人に話を聞けることもできて、まあいろいろとネット上でも書かれてるんですけど、大変なことっていうと、例えば認知症の患者さんがいたら、ちょっとね罵声浴びせられちゃったりとかっていうのがあったり、あとはまあお漏らしとかですかね、うん、認知症のお年寄りの、まあ、そういうシーツとかも交換の可能性があるから、まあ、そういうのが嫌じゃなければ、まあ、大丈夫じゃないかみたいな、うん、感じなんですよね。なのでまあ別にそこら辺は手袋するだろうし、うん、まあ別にそこまでかなと思って、まあ、多少ねそのやっぱ認知症で、まあ、罵声浴びせられちゃったりとかあったら、あららってなっちゃうかもしれないけど、まあそんなのもうしょうがないんですから、うん、向こうもね、まあ一応事情があるわけだから、街歩いてて自分が悪いことして怒られたら相当へこむと思うんだけど、まあそういうことでもないから、まあ、うん、そのシーツ回収っていうのは、まあ思ったより体力は使うらしいです。ただ重いものを直接持つっていうよりも、そのベッドメイキングかな、もうやるんであればそっちで、まあちょっとまあいい運動になるぐらいの体力は使うよみたいな話だったんですけど、まあでもね、病院の中の仕事っていうのもすごく結構憧れがあったので、はい、最悪、まあそういう保険みたいなものもかけることができたっていうか、まあいざね、ちょっとレタッチの仕事がもう全くね、ちょっと年内見つからなくて、来年も頑張っても見つからなければ、まあ地元の病院で仕事をしながら、まあまたフォトレタッチの仕事を探すっていうのも全然ありだなと思って、出ますので、結構ねこの1週間精神的にきつかったんですよ。なんですけど、まあ、今そうですね、いろんなそのレタッチ専用サイトっていうのも見つけることができまして、まあ、在宅 OK って言ったところはさすがにまだね少ないですかね。全体的なレタッチの仕事の中でも3割ぐらいしかない、7割ぐらいやっぱり正社員で、まあ在宅 OK とか書いてないので、多分厳しいんじゃないかなみたいな。ただまあなくはないので、うん、なんか頑張って探していれば、まあフォトレタッチで在宅ありみたいなのもあるので、ちょっとね今日明日またいろいろと考えて応募してみようかなと思ってます。なので本当にね、最悪そうですね、地元でも働きに行く手段が見つかったっていうのは非常にまあいいんじゃないかなと思ってます。はい、まあそんな感じでね、仕事の話もまた決まりましたら、何か、はい、ラジオ等でお話しすることもあるかなと思いますが、ここが決まれば、まあいろいろとやっぱ予算組もできるので、ね、庭のある生活もね、ここしばらく本当に1日の総再生数が1000から2000、本当何にも動画アップしなくても言ってたんですけれども、さすがに今月は1000を下回ってきましたね。はい。だからまた来年ね、いろいろと動けたらいいなとは思っております。では今日はですね、ちょっと生配信の話少しと仕事の話をしてみました。またね、10日から新しいイベント星空始まったら、まあぜひぜひ一緒に集会しましょう。そしてまあ突然ね、なんか新しいゲームも始める可能性もあるんですけど、今日の時点ではまだこれやろうっていうのは見つかってないので、まあ年末年始までは星空動画とこういった雑談ラジオとか、まあこちらではやっていく形になるかなと思います。あとサブチャンラジオもちょっと一回ね、そろそろまた撮ろうかなと思うので、まあたまには覗いてみてください。サブチャンって2個あるんで、庭のある生活ともう1個なんか本当にちょっと10人20人しか聞いてないラジオ番組があるんですけど、そっちの方ですね。はい、よければチェックしてみてください。ではまた次回の動画ラジオ等でお会いいたしましょう。さようなら。